M728 戦闘工兵車は M60 パットンのシャーシをベースとした戦闘工兵車である。アメリカ軍では戦闘時の工兵作業には第二次世界大戦当初より通常の戦車や装甲車にドーザーブレードを装備したものを使用しており戦闘工兵任務に特化した車両というものを特に装備していなかったがこの点については 公兵隊をはじめとして、前線部隊からの不満も多く、1950年代に M48 パットン戦車が導入されて、同様に M8 ドーザーブレードキットを装着した車両も、同様の不満が多く寄せられたことから、戦車の車体を流用した、戦闘公平車両の開発が決定された。当初は、M48 戦車の後継として開発が、 進められていた T95 戦車の車体を流用するものとして T118 の名称で開発され1960年には試作車が完成したが T95 の開発計画が予算面の問題から断念されたため T95 の大改案として開発された M48 戦車の発展改良型である XM60 の車体を使用し T118 と同様の各種装備を搭載した新たな試作車が T118E1 の名称で開発され、1965年から1966年かけて実際に部隊で運用しての試験が開始され、1967年に M728 として採用された。M728 は291両が製造され、アメリカ軍のほか。 主に M48、M60 戦車を導入した国にも輸出もしくは供与されて装備された。現在はサウジアラビア及びシンガポール他にて運用中である。ベトナム戦争において1965年に T118E1 として実用試験のために配備されたことをはじめ、1990年から1991年の砂漠の盾作戦を及び、 砂漠の嵐作戦でも使用されたが、M1 エイブラムスといった、より新型の装甲車両に随伴するには、機動力が不足していることが判明したため、アメリカ陸軍からは退役させることが決定された。1993年に、M728 は、テキサス州、ウェイコで行われたブランチ・ダビディアンの包囲作戦に用いられ、クロロベンジリデンマロのニトリルを流し込む。 壁面を破壊するなどの目的に活用された。この事例から FBI 及び ATF の重装備部隊では少数ながら陸軍から移管された M728 を保有している。上述の湾岸戦争時の運用実績からアメリカ軍においては M1 エイブラムスをベースにした戦闘後兵車型である M1 グリーズリー CMV に更新される予定であったが グリズリー CMV は導入計画が中止されたため、アメリカ陸軍が M1 パンサー 2MCV、パンサー2、マインクリーニングビヒフィクル、パンサー2地雷処理車、アメリカ海兵隊が M1 オブブを地雷処理を主眼とした限定的な戦闘後編車両として開発、導入したに止まり、 M728 も陸軍周辺の装備としては現役に止まっており、陸軍予備部隊においても予備車両として保管されている。油圧操作、ドーザーブレードを全部に備え、A 字型フレームクレーンを、砲塔の両側面ヒンジに接続し、ウインチを装備する。さらに、地雷除去用冷気の装着も可能である。砲塔は M60A1。 A3 と同型のものが搭載されているが、手法は 105mm M68 から 165mm M135 破砕砲に交換され、粘着榴弾30発が搭載される。これは、イギリス陸軍 f v 4 0 0 0 3 0 0チュリオンマーク5アバーに搭載された l q a、AH、1 1 6 5 m、mm、m 破砕砲のライセンス生産品である。さらに、 同軸基銃の M73 機関銃用に 7.62X51mm ナ a t o 弾2000発、社長用キューポラに装備された M85 機関銃用に 12.7X99mm ナ a ト o 弾600発を、それぞれ搭載する。ありがとうございます。